ケヤ・タ久は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。黒田二十四期の一人。大見国神崎軍で田原長久の嫡男として生まれたが、織田信長と六角義方の戦いで、父が戦死したため、幼い虎千代は、六角氏に仕えた諸夏竹部県文に養育された。元気二年。 田原金十郎と名乗り和田これまさに仕えるが、同年のうちに、これまさが、織田信長に倒されたため、大海に戻って、山崎変野に仕えた。大海の在地勢力である山崎氏は、六角氏の配下であったが、情勢に鑑みて、織田氏に転属した。山崎変野が、張間国民騎士郎攻めに参加した際、敗走する味方のガモウジサとの軍勢を救出している。 その後、柴田勝家の家臣となった、金十郎は、長篠の戦いなどに従軍し、越前国家や畑の一揆を鎮圧した際に、勝家から三百国を賜り、その地名に由来する、ケイの姓を与えられ、以降、ケアモンド姓と名乗るようになった。その後、賭博疑惑をかけられたため、モズカツテラの力添えを得て、勝家の元を退去し、 のとの前田利家に3年間80国の淵をもらってかくまってもらう。天正6年の有岡城の戦いには小田方の増評として参戦。天正8年、摂津国の池田恒沖に700国で仕える。天正11年、池田家が美の国王垣城主となった際に致死し、笹成政に仕えた。天正16年、日後の統治に失敗し、 国人一記を引き起こした隕石で、成政が改役されると、他の佐々急神羅と共に、無前中津十七万国を与えられていた、黒田長政に三百国で主観した。天正十八年、欧州合図四十二万国の大名となった、ガモウジ佐とは、若き頃の恩を理由に、歴戦の死であるケアモンドを一万国で登用したいと、打診したが、モンドは、黒だけは、 空入りが決まっており、その前に退去することはできない。無事に帰ることができたら、ガモ家に移籍するとして断っている。空入りの戦場では、経験を元にして、数々の選考を立て、無事に帰還したが、長政の妨害に遭い、ガモ家への転属は行われなかった。慶長5年の関ヶ原の戦いは、長政の軍にて、黒田家の旗奉行を務め、本戦に参加した。 合戦に際して、徳川家康に直に呼び出され、長い経験に基づく意見を聞かれている。関ヶ原の戦い後には、家造を受け、都合700国となり、増田正近の組下に入れられた。大阪の陣にも高齢ながら従軍している。玄奈6年、大阪城の不審にあたる。元奈八年、菅正都の子、重都に、門戸政の称号を与えるため、 長政の命により、武蔵守を称することとなる。寛永三年、この竹茂に家督を譲る。中部をわずらった後、停発して、文画と合した。寛永五年十月二十六日、病を得て死去。七十五歳。ありがとうございます。